はい、どうも皆さん、こんばんは、イケポンです。はい、本日もよろしくお願いします。今ですね、10月4日の18時過ぎでございます。はい、真っ暗ですね。なので、はい、ちょっとだいぶ動画が暗いかと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、で今からですね、今日、まあ、仕事終わって帰ってきて、今から走るんですけども、本日はですね、まあ、昨日20キロ走ってますんで、まあ、ちょっと足の方も疲れてますんで、まあ、今日はゆっくりと、まあ、疲労抜きって感じで、走ろうと思います。で、まあ、疲労抜き終わった後は、まあ、流し入れて走ろうと思います。はい。暗いけど、頑張りましょう。ちょっとトイレ行ってから、走りに行こうと思います。はい、ではランニングスタートします。まだ風は涼しい感じなんで、まあいい感じに走れそうですね。涼しい、楽やわ、走んの。はい、10キロ終わりました。はい、今からは流し入れようと思います。はい、クボンです。今日の練習終わりました。はい、まあ結構風はありましたけど、まあ涼しく走れましたね。まあ、夜なんで気温もぐっと下がってるんで走りやすかったです。まあ足の方も、まあ今日はなんとかギリ持ったっていう感じですね。うん、まあ、ただやっぱりなんかふくらはぎがすごい疲れてる。困ったもんだ。でもってラスト1キロか2キロぐらいのとこかな、なんか後ろからランナーの人が追い抜いたというか、なんかちょっと張り合い気味で抜いてきたんですけど、もうやめていただきたい、だるっと思いながらしかもね、まあ僕もそんなあれですけど、すごい目があるわけでもないけど、多分ね、そんなね、走ってない人、明らかもう、ちょっと夜涼しいからランニングしてますみたいな感じの人だったんで、まあなんか別に追い抜く必要もないわと思って、はい、そんな感じのことがありましたね。そういう時困るよな。去年も一回あったんですよ、張り合ってくるおっちゃんがおって、もうなんか追い抜いたら普通に僕ジョグしてる時ですよ、なんかダッシュでバーって抜いていったからムカついてキロ2,30 ぐらいでもうぶっちぎったはい、そんなことがありました。さあ、ちょっとやっぱ足がお疲れ気味なんで、もうちょっと、まあでも今日ゆっくり走ってもよかったなと思いました。はい、というわけで帰ります。そうよ、私はサソリ座の女。そういえば緊急事態宣言が明けたじゃないですか、まん延防止も。だからかね、朝のね通勤電車がめっちゃ人増えて、ちょっとあれだるいね。うん、まあ人が増えるのはまあ別にしゃあないと思うんですよ。まあそれがいわば普通の状態ですから。まあただね、やっぱなんつうんやろ、なんか多少やっぱ間開けてほしいよねとか思うし、まあ、それに今日とかも、もう後ろの人がカバンね、リュック背負ったままやったんで、もうね、カバングーンやりたいんよ、ほんまは。もうほんまはね、めっちゃやりたいね。もうグーンやって、もうグーン行くぐらいやりたいねんけど、まあさすがにそれやったらもうね、もう相当やばいやつやから僕も。
やらないですけど。はい、こんばんは、今日は10月5日火曜日です。時刻は今6時過ぎでございます。はい、走りましょうか。はい、お腹ペコペコ、やばい。で、今日はですね、まあ明日長い距離、走る予定なので、ちょっと今日は短めにしようかな。まあ5キロか6キロぐらいで今日は行こうかなと思います。まあその分ちょっと、まあいつものジョグよりはスピードを早め、まあ4分2、30とか、まあそれぐらいのペースで、走って、でその後いつも通り流しを入れるという感じです。はい、じゃあちょっとトイレ行こう。今日コーヒー飲みすぎてね、途中お腹めっちゃ1個出した。うん、でもってそのあれのおかげか、おかげじゃないな、影響か、めっちゃねおしょんしょんに行きたい。はい、というわけでおしょんしょん行ってから走ります。さあ、もう夕日も沈んじゃいましたね。もうちょっと早かったら綺麗な夕日が見えたと思うんですけど、はい、行きましょうか。向こうは淡路島と、お、星やん、星星は言うて、くっそしょうもな。はい、今日のランニング終わりです。ふう、まあ5キロなんでちょっと物足りなさはありますけど、まあ流し何本か入れましょう。はい、今日の練習終わりました。はあ、暑、まあやっぱ暑いわ、走った暑い。で、まあ今日はね、シューズ、まあインビンシブル履いたんですけど、途中なんか痛くなったね。うん、でもって流しをしたら、まあそんな痛みもないという、よくわかんないね、どうしたらいいんだろうね。ちょっと今までにない経験やから、ちょっと僕自身わかんないですね。はあ、疲れた。途中ね、友達とすれ違った気したんですけど、気づいてなかったかな、もしかして。でも僕もね、夜はコンタクトつけれないんで、走るときはちょっとだから、はっきりとは認識できなかったんですけど、目悪いとほんま不便よな。ほんまに目と耳は悪くせん方がいい、まあ、というか基本的にね、まあまあ年を重ねていくと、まあ悪くはなっていくんやけど、ほんまに目と耳は大事にした方がいい。耳は僕ね、まあ、音響やってたんで、まあ、まあ悪くはなってないと思うんですけどね。それなりにちゃんと音は聞こえるから。まあ目はもうね、まあ、ご存知の通りもうめちゃくちゃ悪いんで病気なんでね、まあしゃあないですけど。はい、というわけで帰りましょう。アイシングナウです。今お風呂上がりなんですけど、お風呂上がりにね、やっぱちょっと足が痛くなるというか、くるぶしあたりかな、そこがその血流が良くなるせいというか、それちょっとこう痛みが出てくることがあるんで、お風呂上がりすぐアイシングするっていうね。まあ本当はね、氷風呂とか水風呂に入りたいところですけど、まあ一般の家庭でなかなかできることじゃないんでね。一応まあお風呂上がるときに3分ぐらい体全体に冷水は当ててるんですけど、まあでもそうしたらね、やっぱちょっとこう寝つきも良くなるし、ちょっとなかなか寝つけないなって人はおすすめっす。皆さんは走り終わった後の餅、なんかあれあります？ご褒美とか。
僕はね、明日ね、どうしてもあれを飲みたいんよ。スタバの今、期間限定の芋のやつ。ちょっとあれめっちゃ美味しそうやなと思って。普段ね、スタバなんて飲まないけど、ちょっとあれだけ飲みたいなと思って、明日ちょっと練習頑張った後、飲もうと思ってます。皆さんのご褒美は何か教えてください。おやすみなさい。はい、おはようございます。今日は10月6日の今、朝8時30分過ぎたところです。はい、ですね、一つ言っていいですかね。暑くね？ なんか朝って涼しいイメージまだわりかしあったんですけど、もうやっぱこの時間もまだ暑いね。思わず声も大きくなっちゃってるね、私ね。暑いんよ。わかる？この気持ち。涼しい時間に走ろうと思って、今日頑張って朝起きたのよ。そしたらよ、この暑さ、わかる？私の気持ち。私はみんなに言いたい。みんな幸せになってくれ。あ、ちょっと待って。はい。というわけでね、今日はですね、座ろう。ちょっとベンチで座ろう。今日はですね、30キロやりましょうか、また。まあ、30キロはこれが最後になるかな。っていう感じっす。で、ペースはまあ、前回と同じ4分半ぐらいで行います。まあ、あんまりね、体に負荷かけても仕方がないんで、結局回復しなかったら何の意味もないんで、はい、っていう感じでいきましょうか。ただほんまに暑い。全然天気、雲一つない。もう素晴らしいわ。はい。っていうわけで、ウォーミングアップしましょうか。いやー、ええ天気やなー。ええ天気すぎてもう言葉にならんわ。はい、というわけでね、今から走っていきましょう。一つ言わせていただきたい。想像の5倍暑い。日焼け止め塗るの忘れた今日。もう最悪や。もうええわ。はい、じゃあ30キロ走。で、ペースはキロ4分30で。行きましょうか。はい、一人旅、よーい、スタート。今日完全に服装ミスった。もう上ノースリーブにするべきやった。半袖はちょっと暑そうやわ。くー、やらかしたぜ。はい、今5キロ過ぎで22分30秒です。まあまあ予定通りのペースで今のとこは行けております。やっぱ日陰やとめっちゃ涼しく感じる。はい、10キロで44分34秒。ちょっと早いね。まあまあ、ちょっと落としますか。4分30ぐらいピタシで行きたいんで。ただやっぱアップダウンがあるから上がってまうねんな。まああと20キロ頑張ります。もう暑すぎてちょっとしばらく日陰で温存しますわ。暑すぎる、さすがに。もう10月かよ、ほんま勘弁して。はい、15キロで1時間6分42秒。あと半分トイレ行きたいな。運動会してるね。ちょっと僕も混ざっていこうかな。あらららららららっつって、どけどけどけっつって。はい、20キロで1時間28分49秒。あと10キロ。ああ、長い。はい、25キロで1時間
50分38秒、残り5キロです。ああ、お腹空いて、30キロ走おしまい。しゃ、はい、テボンです。今日の練習終わりました。はい、まあ無事なんとか30キロ走、終えました。疲れた。まあ前半はねちょっと結構日差しもあったんで暑さがきつかったんですけど、ただ今は結構なんか曇り空でなんか一雨来そうな感じで、まあその分ね日差しがなかったんでかなり楽に、走ることはできましたね。はい。はあ疲れた。まあ、ただちょっとね左足の内側がちょっとお疲れ気味かな。うん、この辺が、まあよう頑張ってくれたって感じです。あれですね、やっぱもう500キロ近くなるとペーパーフライも、もうだいぶクッションというかあれがなくなってくるね。まあ、早く走れることはできるんですけど、その分なんか後半につれて反発性というかあれがなくなんねんなと思いながら走ってました。まあそろそろ、レース用のペーパー下ろそうかなと思っております。まあね30キロ一人でやるのもなかなか疲れますけど、はい、よう頑張ったなと思います。知らんけど。というわけで帰って楽しみにしていた、なんだっけ、芋のフラペチーノ。芋ってなんていうの英語で。焼き芋の、焼き芋って英語でなんていうの、なんていうの、焼き芋。アホアホや、もう思考回ってない。はい、というわけで飲みに行きましょう。ただいま、おかえり。というわけで帰ってきました。はい、今6時ですね。はあ、休みの日はあっという間で、まあちょっとね三宮に化粧水の方を買いに行っておりました。はい、でですね、まあ今日の動画はこれで終わるんですけど、明日ね木曜日はね、まあ完全休養にしようかなと思っております。まあちょっとまあ軽く走るのもありかなと思ってるんですけども、まあそれは明日の気分次第です。はい、なのでもし次の動画ですね、月曜日に上がる動画が金曜日からだったら、まあ休んでたんやなぐらいに思っていただけたら幸いでございます。はい、というわけで僕は今から動画編集の方をいたします。はい、まあ金沢マラソンまで、まああとちょっとなんで、しっかりと体調も整えて頑張っていこうと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタもやってますんでよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。